さてですね、あと10分ぐらいで、遊覧船が出るんですよ。多分今なんかあそこにふわーっとなんか流れてるあれだと思うんですけれども、あれがあと10分ぐらいで来るんで、でいいと思うんですけどね、それに乗りたいと思います。さて、先ほどの船が到着しまして、でさらに、こちら乗船券買いました。1420円で行って帰ってこれるという形になります。途中で降りてもいいし、降りないでぐるり一周してもいいらしいですよ。で、ただね、ネット見るとなんか割引クーポンみたいについてるんですけども、あれは画面見せるんじゃなくて必ず印刷してきてくださいということで、印刷してきたらなんか1割引きになるので、まあ、ちょっと情報までにお伝えしておきますね。印刷しそびれたので今回は、はい、定価で買っちゃいました。あ、でもこの下がなんだっけ、2つに分かれて相当線とかって言うんでしたっけ。これ水の抵抗が少なくなるから進むの早いんですよねと聞いたことがあります。さあ乗れるかな。はい、すいません。はい、行ってらっしゃいませ。はい、どうもありがとうございます。定員709人、 どう見ても700人いないですけど、あ、すいません。こうなんか中でくつろげるっていうか、こうなんか国鉄のなんかグリーン車みたいな、そんな乗りがそんな乗りがありますけど、昔の電車乗ってるそんな雰囲気。あ、でもね、すごいですよ。インスタとかもそれいいんですけど、顔出し看板とかもいいんですけど、ピアノが置いてあってミラーボールもついてますよ。すごいですね。でもやっぱり上やっぱり眺めたいですよね、湖を。こんな天気いいですし、せっかくだから。あ、すごい、北海道あるあるの石油ストーブもちゃんと完備してますよ。そう、冬でも運行してるからな、これ。なんか本当に昔の特急列車乗ってる感じ。2階にはお土産屋さんもありますし、ちょっとなんか座席映えはそんな変わんないですけど、眺めは良さそうというそんな感じですね。外に出れるのかな、出れればいいですけども、外は出ていいみたいだし、あともう一つ上に階段があった。 すごいですね、本当に。なんか本当に昔の電車に乗ってるみたい。あ、船乗るのは1ヶ月ぶりですね。あ、違うな、うん、そういうぐらいですね。青森から帰るときに、夜の津軽海峡フェリーを乗って以来ですけれども、まあ、今日は洞爺湖の遊覧船ということで往復行って帰ってこれるという。こう船の上から見る洞爺湖温泉街ということで、結構この辺は本当に大きいホテルあるんですけれども、サンパレスとか湖畔亭とか、あとなんだっけな、ビューホテルとかあったかな。全然ちょっとホテルの名前には詳しくないんですけど、サンパレスはねやたら宣伝かけてたんで、今ちょっと分かんないですけど、あんまり CM 見ないん で、 あとなんかここ夜になるともう毎日花火大会やるんですよね、ここね。毎日花火大会やるんで結構豪勢なんですよね。まあ潤ってると思います。あ、でやっぱりこう何かあった時のために救命ボートっぽいものもここにありますね。何かあったらこれに乗って逃げてくれと、まあ使われないことを願います。なんかあとなんか自分が飛ばされないようにと、海に落っこちないようにだけは気をつけなくちゃいけないですけれども、あとですね、今これがまあちょうどその3階2階建ての屋上みたいな、3階みたいなところですけれども、この下の階にも出るところがあって、そこも出ていいよって言われてたので、そっちの方もなんか時々、あ、途中降りれたら降りてみましょうか。さあ出発しそうですよ。
お、動きました動きました。あ、もう一個上も登れるんだ。どうやって登るの？あ、そこに階段ついてるや。でも本当になんか昔のなんか特急列車乗ってるそんな感じですよ。あのちっちゃい時に乗った特急、いや、まあ、あんまり電車乗せてくれた家庭ではないんですけどね。なんか最近になってやたら列車乗ってるってそんな感じですけども。さあとりあえずあそこ行きますよ。あの大きい中島に行きます。ご乗船の皆様、ようこそ洞爺湖へお越しくださいました。また本日は洞爺湖北線をご利用くださいまして誠にありがとうございます。また船内には限られたご使用場面が禁煙となっております。出演されましたお客様は喫煙コーナーをご利用くださいませ。なお不明な点は船内係員までお申し出くださいませ。あの向こうがなんだろう、すごい立派なホテルがあるんですけど、あれは何でしょうね。あれがサンパレスかな、そっちのような気もするんだよな。あ、結構立派なホテルが 1,2,3,4,5,7,8軒ぐらいあって、でそれでどれも持ってるっていうことだから、本当にここって潤っていうの、車も結構いっぱいありまして、まあ、今日マラソンやってるからっていうのもあるんでしょうけれども、ただねこれやっぱり下は見ちゃいけないですよ。あの死ぬ、ダメダメ、下はダメ、下はダメですよ。あの、うん、でもやっぱり遠く眺めるにはいいですよね。向こうの方には羊蹄山が見えますし、でちょっとこういろいろ邪魔してますけれども、洞爺湖も見えますし、あちらがあの総別町というところです。であちらの方が羊蹄山肝別町と、あとそれ越えると札幌市になるんですけども、でさらに向こうに行くとニセコ町とかくっちゃん町とか、そういうあたりに行くような感じになるんです。向かいながら洞爺湖のご案内をさせていただきます。ここも登れるんですけどね。あ、はい、すみません、ありがとうございます。まあ、降りる前に登ってしまいましたけれども、降りる前に登ってしまいましたけれども、まあ、いや結構でも、いや 下は見ちゃいけないですね、やっぱり。じゃあ今度こそ2フロア降りましょうか。これがさっきのフロアで、そしてもう一つ、でここからじゃあ出ましょうか。ああ、まあぽつらぽつらお客さんいらっしゃる。向こうにあの親子がいたりとか。海抜83メートルの高原の湖がほぼ円形で、直径が1320メートル。すごいですね。なんかあの183系乗ってる気分、そんな感じ。わかるかな、昔の北斗とか、あ、今オホーツクでやってんだっけ、あれ乗ってる、そんな気分です。あ、こっからも登れるんだ。まあ、反対側にもいますけども、でもやっぱり一つ上のフロアの方がやっぱり見やすいかなという感じですね。近づいてまいりました。右手手前の島が弁天島、弁天島、万十島、弁天島が影になって、まだよく見えておりませんが、弁天島と細い岩礁で連なる観音島、観音島、ほう、そして行く手前方一番大きな島が、その名も大島でございます。あ、中島っていうのは全部の名前で、弁天島、観音島、うん、そして大島、満州島、弁天島、あ、観音島、
って大島で。中野島と呼んでおります。ああ、なるほど。洞爺湖的正中央有四个大小不同的岛。やっぱりちょっと上の階行きましょうかね。在您右前方远处的小岛名字叫。わあ、下は見ちゃいけないですね。而在您右前方的岛的名字叫变天岛。オオセグロカモ、オオセグロカモメ、ウミネコカモメのなんか見分け方とか書いてますけれども、なんか模様とかくちばしとかなんかその辺の特徴で見えるみたい。カモメが一番シンプルな柄なのかもしれないですね。やっぱり上の階がいいな。眺めんだったらやっぱこのフロアが良さそうです。山の周囲はちょうどこの湖ぐらいございまして、まあ混んでますけれども、でも眺めるにはちょうどいいようなそんな感じですよ。何弁天島、饅頭島、なんかその陰に観音島とかあるのかな。だいぶ向こうに離れてきましたね。今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。また概要欄から太郎の雑学カフェ、こちらにも飛べますのでぜひお越しください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。